世界のジャパンチャンネルへようこそ。アメリカ大手メディアの CNN ニュースと FOX ニュース。 CNN は全世界20億人が見ることができるニュースネットワークで、対する FOX も全米ナンバーワンの視聴者数を誇る超有名ネットワークです。そんな CNN と FOX が韓国のある作り話に気づいたと話題になっていましたので、海外の反応と合わせてご紹介します。第二次世界大戦中、日本帝国陸軍は20万人もの韓国人女性を強制連行して慰安婦にしたと韓国が主張していて、これが今に至るまで日韓関係がこじれている原因の一つとなっています。しかし、実はこの件に関して事実の裏付けが取れていないことをご存知でしょうか。アメリカ政府も慰安婦たちの主張を裏付けようと30億円を超える費用をかけて調査を行いました。約7年の歳月をかけて、アメリカ政府や歴史学者が過去の公文書を徹底的に調査したのですが、有力な証拠は何一つ見つけることができなかったのです。それでもアメリカのマスコミはこの慰安婦問題に関して、これまで一貫して日本軍による組織的な女性の強制連行があったという誤った情報をそのまま報じてきました。しかし、そんな中で日本軍の強制連行はなかったとの認識を公表するアメリカ人ジャーナリストが現れたのです。その人物とはマイケル・ヨン氏。イラクとアフガニスタンの戦争報道で全米に知られた人物で、フリーの軍事記者として2004年からイラクで米軍部隊への従軍記者活動など、主にブログを通じての白紙の報道が高い評価を得るようになりました。そんなヨン氏は、日本の慰安婦は明らかに軍隊用の売春だったとの認識を伝え、慰安婦を日本軍が組織的に女性を強制連行した性的奴隷制度だなどと断じるのは、日本をアメリカから離反させようとする政治工作だとも言います。この4氏の発言には裏付けがあります。それは2007年にまとめられたナチス戦争犯罪と日本帝国政府の記録の各省庁作業班 IWG アメリカ議会宛て最終報告です。 IWG はアメリカの各省庁に残る文書を調査点検してまとめた報告書で、850万ページにもわたる文書。ヨン氏はこの IWG を含めて様々な資料を調査しましたが、慰安婦の奴隷化を裏付けるような文書は一つも見つからなかったのです。また、彼女たちが将校や軍人たちとスポーツイベントやピクニック、ディナーにも同行していた様子についても記述があり、さらに日本の将軍の平均年収が6600円の時代に慰安婦は9000円だったなど、慰安婦というよりもむしろ高級売春婦だったことが分かりました。それらのことからヨン氏は、日本軍が20万人のアジア女性を強制連行して性的奴隷にしたという主張は全く根も葉もない幻だったと話します。ではなぜ慰安婦問題はずっとくすぶり続けるのでしょうか。ヨン氏は慰安婦問題の背景に中国の存在があると考えています。つまり、慰安婦問題を地政学的政治的問題の道具として利用しているのは中国で、いわば韓国は中国の操り人形として利用されているだけという見解を示しています。このようなヨン氏の情報発信がきっかけとなって、 CNN と FOX、ウォールストリートジャーナルや他の報道各紙も同様の情報を報道するなど、ようやく慰安婦問題の現実に気がつき始めたようです。この話題に対して海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。慰安婦問題とか言うけど、実際は彼女らもお金のためだったんじゃないかな。それでさらに金が欲しいから、今でも声を大にして騒いでるんだろうね。もし韓国がこの問題に対して日本に保証を要求するのなら、それはつまり条約の契約違反という理由になる。つまり、日本政府も韓国政府に対して40年前に支払ったインフラ代などを返せと要求する権利があると思うんだけど。
日本は確かに保証したけど、韓国政府はそれを戦争で傾いた国を立て直すのに使ってしまったよね。これについては韓国政府を非難しなければならないよ。多分ここで日本が追加保証したとしても、数年後忘れたかのようにまた同じことを言い出すだろうな。日本は厄介な国が隣にあって気の毒だよ。反人道的な行為が当時あったにせよ、なかったにせよ、2015年に決着を迎えたわけだから、今さら蒸し返すのもしつこいよね。自由主義国である韓国と日本が離反して都合が良いのはどの国か。それって共産主義国に他ならないよね。でも韓国はそれに気づいてないんだろうな。以上が海外の人々の反応でした。未だに何度もこの問題を蒸し返す韓国には嫌悪感を覚える人も多いようです。海外からも日本の味方についてくれている声が多く見られますね。日本と韓国では歴史問題でまだしこりがあるとはいえ、日本に対する競争意識は若い世代になればなるほど少しずつ薄れているようです。しかし、やはり完全になくなったわけではなく、慰安婦問題は依然韓国で高い注目を集めています。そんな中、元慰安婦女性を支援するチャリティーブランドも作られました。それはマリーモンドという名前のライフスタイルブランドで、スマホケースやノートなどの雑貨からメンズ、レディースの洋服まで幅広く展開しているブランド。元慰安婦の女性たちをなでしこや桃の花に例え、商品の多くに花のモチーフがあしらわれているのが特徴で、韓国の若者が立ち上げました。マリーモンドの売上げの一部は、元慰安婦の女性たちや虐待被害に苦しむ子どもたちへの支援に使われていて、マリーモンドが支援している団体には、慰安婦少女像を勝手に設置したと言われている低体教も含まれています。そんなマリーモンドは、入社の必須条件に、慰安婦問題に深い関心を持つことを掲げていて、入社面接は戦争と女性の人権博物館に行ってきた後に行われます。日本軍慰安婦問題の解決にどのような視点を持っているかが最も重要な価値だとされているのです。一方、マリーモンドの商品は花をモチーフとした今時の可愛らしいデザインで、韓国の人気アイドルがマリーモンドの商品を身につけているところがメディアや SNS でよく見られたことから人気に火がつき、韓国の若者にとって人気のブランドとなりました。商品には明確に慰安婦をサポートするスローガンや愛国心を示すようなモチーフや文言は入っていません。そのためデザイン性や自分の好きなアイドルの真似をしたくて慰安婦を支援しているという背景があるとは知らずに、マリーモンドの商品を手にしてしまう人も多いでしょう。以前、日本でも人気の K-POP アイドルがマリーモンドの洋服を着ていることが写真に撮られたことで、 SNS を中心に慰安婦支援のブランドを身につけているとは反日なのではないかと物議を醸したことがあります。そのアイドルは年末の NHK 紅白歌合戦への出場が内定していたため、反日グループを紅白に出すなといった苦情が多数寄せられることとなりました。実際にはこの洋服はファンからのプレゼントで、本人にはそのような意識はなかったようですが、背景を知っている人からすると気分のいいものではありませんね。また韓国の格安航空会社のチェジュ航空で働く韓国人スタッフに対し、マリーモンドのエコバッグの所持を禁止するということもありました。所持禁止を指示したのはチェジュ航空の成田空港での地上業務を請け負っている日本企業 FMG で、 FMG のマネージャーから韓国人スタッフら複数名が利用するグループチャットに、弊社の制服を着用している時にはマリーモンドのバッグを所持しないでください、弊社は政治的、宗教的に特定の指示をいたしません、といったメッセージが送られてきたようです。これは2019年1月にスタッフがマリーモンドのバッグを持っているのを見た社外の人物から、慰安婦支援のブランドではないかと指摘があったのがきっかけだったようです。問い合わせをしたのが成田空港の利用客なのか、それとも関係者なのかは分かっていませんが、 FMG 社はマリーモンドを批判する意図があるわけではない、弊社は特定の政治的な思想を支持していないが、スタッフが商品を使用していることで
そうした誤解が生じるのを懸念した、と話しています。ソウル大学など、韓国トップクラスの大学を卒業したスタッフたちによって、海外戦略を練ったマリーモンドは、2018年12月には日本にも進出しました。中国での展開も予定していましたが、2021年11月にブランド自体の活動休止が発表。休止の発表には、慰安婦問題に取り組み続けてきた団体への理不尽な攻撃や、メディアによる誹謗中傷にも関係者は苦しめられ、ブランド継続ができなくなったとあり、マリーモンドが休止に追い込まれた背景には、フェミニズムに対する反動、人権や平和を守ろうとする運動に対する反動があるとも書かれています。国内にある問題に目を向け、啓蒙活動を行うことは素晴らしいことだと思います。しかし、その問題が誤ったものであっては、元も子もないということがわかりますね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはリリーがお送りいたしました。